インテルコア IQ は、インテルが製造する X86-64 互換のマイクロプロセッサ。製品の位置づけは、インテルコア X、コアシリーズに属する。コア IQ9900KBOX2017 年5月30日に発表された I7 の上位モデルであり、同社の民生向け最上位に位置するプロセッサである。これまで、ハイエンドデスクトップ向けに使われていた、 LGA2011 から LGA2066 に切り替えの際、新ブランドである Core X の最上級モデルとして登場。ブロード LE 仕様の Core i7 最上位版の後継であり、アーキテクチャは Skylake X。現時点では、10. 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8コアモデルが投入されている。また、Core X シリーズの Core i9 では、 内蔵グラフィックス機能は搭載していない。2018年6月5日には、第2世代の Core X シリーズとなる CPU の発表が行われた。2018年92には、第8世代のコーヒーレイクで6コアのモバイル用モデル。93には、第9世代のコーヒーレイクリフレッシュで8コアのデスクトップ用モデルが投入された。Core X シリーズとは異なる。 インテル、コア IQ 発表18コア、36スレッドの新 CPU インテルがコンピューテックスの基調講演で、コア、X シリーズを発表。ハイエンドは、急に、インテル史上最もパワフルなデスクトップ CPU、コア IQ から7900シリーズハットインテル、次期コア、X となる28コア CPU をデモ。ウィスキーレイク U とアンバーレイク Y は、 今週投入18コア36スレッドの最強 CPU コア IQ から 7980G の単品販売がスタート実売24万円超え、秋葉 PC ホットライン12コア24スレッドのコア IQ から 7920X が販売開始、ASCII.JP h a t s k y d e ク k X ことコア X シリーズが販売開始、 アスキー .jp18 コア36スレッドのコア i9 から 9980g がついにデビュー実売25万円以上。秋葉 PC ホットラインの i9 世代コア X プロセッサーがついにデビュー。まずはコア i9 から 9900x、9820x の2モデルから秋葉 PC ホットラインいよいよ出るぞ。 コア i9 から 9900K とコア i7 から 9700K が11月2日発売。ASCII.JP HAT GPU 非搭載のコア i9 から 9900KF など3モデルがデビュー。秋葉 PC ホットライン全コア 5GHz 動作のコア i9 から 9900KS が10月30日に発売。価格は513ドル、PC。 ウォッチハット TDP65W の8コア16スレッドコア IQ から9900が発売実五56800円秋葉 PC ホットラインハット AB 株式会社インプレスインテルの最上位 CPU コア IQ から 1980G がついにデビュー18コア36スレッドで 税込138000円買のコア IQ から 1900X も入荷。秋葉 PC ホットライン。2020年4月24日。閲覧。株式会社インプレス。1 4コア、二十28スレッドのコア IQ から 1940X がデビュー。価格は税込108000円。秋葉 PC ホットライン。2020年4月24日。閲覧。 株式会社インプレス。12コア、24スレッドの、コア IQ から 1920X がデビュー。税込99000円。秋葉 PC ホットライン。2020年4月24日、閲覧。ありがとうございます。